なあ、ロボットさん。今期貯船に必要なものが全て作れたみたいですね。あとは組み立てですね。ここは私に任せてください。お願いします。ついに除染換気装置が完成しました。おめでとうございます、ロボットさん。やりましたね、私。やりましたね、私。やったな。回路が微熱を帯びています。前回より温度が高い。ロボットさん、あんまり撫でてくれなくてもいいですからね。基板の温度が上がっちゃいます。かわいいな、ほんと。もっと頻繁にやっていいよ、それ。お見苦しいところをお見せしました。もうロボットさんのせいですよ。でも、徐々にテラリウムも整ってきましたね。外装に内装、それに換気装置とレベルアップしてきてグッドな感じです。やった。トリコちゃんもちょっとずつ元気になってきたので、なんだか窮屈そうな感じもしますけど。それに本来人間は群れで暮らす生き物だそうです。やっぱりトリコちゃんも寂しさや心細さという感情を覚えたりするんでしょうか。そりゃあな。もし寂しさという感情をトリコちゃんが感じているなら、私たちは何ができるんでしょう。何かアイテムや設備みたいに素材からポーンと作ってあげられればいいんですけど。贅沢を言えばキリがなくなっちゃいますね。そうだよね。もうほんとあれもこれもってやってたらもうここにさ豪邸立っちゃうよね。まあなんとかなるでしょうの精神でいきましょう。大事よそれ。ちょっとずつできることが増えてきて、ほんのりですけど希望みたいなものが見えてきた気がします。いろんなオブジェクトを作ったり、トリコちゃんのご飯も変えてみたり、少し挑戦してみてもいいですね。私たちは完璧な保護者には程遠いですし、なくしたものが多すぎる世界ですけど、それでも人類最後のあの子を幸せにしてあげることくらいはできるかもしれません。頑張ろうな。だから頑張っていきましょう、ロボットさん。これからも一緒にですよ。おお、今の可愛い。さあ、ということで、一旦何かしらのダンジョンに入るのかな。さあ、ということで一回やってきました。7フロア目ぐらいまで行けたかな。ロボットさん、帰りを待ってました。進展がありそうだ。汚染土の観測装置を使って周辺地域をモニターしていたんですけど、ロボットさんにお話ししたいことがあって。ねえ、というのも、このテラリウムを含む周辺地域に、桁外れに汚染のひどい区域があったんです。そのはちゃめちゃな重汚染区域は、かつてコロニー110と呼ばれていました。問題はここからです。各種データを分析した結果、ここら一帯はコロニー110を中心に汚染が広がっていました。そこにある可能性が高いんです。ここら一帯を汚染している大元の原因、トリコちゃんを蝕むその汚染源が。ニココロニー110を汚染源と仮称しますね。観測データによると、汚染源の汚染度上昇に合わせてテラリウム付近の汚染も悪化しています。もしこのままテラリウム近辺の汚染度まで上昇し続ければ、いつか除染換気装置の限界を超えます。やばいな。もしそうなれば、そうなれば手段はありません。いくら除染薬を飲ませ続けても汚染され尽くせば。まだ続きがあるんです。
ただもしも、もしもの話ですよ。もし汚染源にある原因を解消することができたなら、この汚染も劇的に改善されるかもしれません。可能性はとても低いですけど。まあでも、やれそうなことは、やっていこうぜ。どんな危険があるかわかりません。急激な汚染度の上昇によって突然変異した生物がいる可能性も高いです。やばいな。本当に汚染源に原因があるのかも。仮にあったとして私たちだけで解決できるのかもわかりません。それでもトリコちゃんが生きるためにはそのもしもにかけるしかないんです。その道しか残されていないんです。ああ、よし行くか。頑張ってくるぜ。15フロア分ぐらいの広さ。できるだけ一番奥の方まで調査してください。そうっすね。その辺をちょっと鍛えてからのがいいかな。さあ、ということでですね。それなりに頑張って強くしました。でね、あとはこの抽選から除外するみたいなスキルもね、手に入れることができたんで、ある程度の調節はね、効くようになりつつはあるんですが、まあいろいろとやってみて、まあ、リュック拡大みたいな、こういうのは大事なんだけど、あとはね、これですね、このジャック・ザ・リッパーってやつがね、めちゃめちゃ強いんですよ。これをいかに引けるかが鍵かなって個人的には思ってるんですよね。この辺とかね。まあ、あとは吸収系だったりとか、そんな感じかなと思います。よし、今状態がトリコちゃん含めて良いので、よし、頑張っていこう。そうそうそう。で、あとこの、ダブルゲットチャンスってやつを今つけてるので、レベルアップ時に、たまにね、パッシブを両取りできます。経験チャップかな。おお、やった、いきなり来ましたね。割と序盤のこれはでかいんじゃないか。で、かなり長期戦になるかなって思うので、もう進められそうな時はもうガンガン進んでいこうかなと思います。まあ、欲を言えば1個か2個レベル上げて次に行くみたいな、まあ、理想ではあるんだけどね。ミートハンターで、ヒートグリル、これは装備で。やばいやばい、ミスったミスった。
ってね。大丈夫か？いっちゃいまーす。お、バッテリーあった。助かる。あのお花さんはちょっかい出さないようにします。やばいので、やばいお方なんで。ね、アタック強化かな。まった、今いたな。まあ出会ったら倒すぐらいのつもりで。ボム強化嬉しいけど HP が欲しい。回復したいけどなかなかできないな。行きましょう。の方はちょっかい出して OK と。吸収、吸収は強い。おお、やった、両取り。これちょっと倒しきろう。バーによってはね、あの引き寄せとかで、なんだろう、お花さんところに行っちゃったりすると怖いんですよね。それで囲まれたりとか割とありえるので。また来ましたね。じゃあこっかな。素振り、素振り。 OK。お、あった。行っちゃおう。3ターンか。2ターンぐらいで倒せるようになればいいんだかな。ちょい今のレベルだときついか。フロアの数字の方が大きいからな。なんたって。やば。どっちも欲しい。今のはどっちも欲しかったな。両方ありのやつだね。バッテリーは嬉しい。もう息漏れでも全然嬉しいよ。
ちょいヤバめだね。えい、よし、ディフェンス。やっぱあれだね、バッテリーが欲しいっすね。幸運操作モッド投げちゃった幸運を投げてしまった。食っちゃっていいかな、この辺も。やば、あのタックルはマジで強い。幸運操作モッドが汚染されたんだけど大丈夫？ああよかったよかった、性能の変化はないようです。おお、マジかマジっすか。でもさ、俺バッテリー欲しいんだ、一個左にあるあれがないと、あれがないとやべえ。取るぞ。ここに出口、あーあれもあんのか。じゃあね、もうこのままね。はいはい、よし、勝った。ちょっと待って、バッテリー盗まれた今マジでやばいっす、それは。リフェアキットの S 欲しい。押せワッチが鳴ってる。ちょっと待ってね、やばいっすね、やばいっすね
ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。お掃除はしましょう。来ちゃうよね。はい、 OK。 メカハンター、バッテリーの L を使います。ほんといるよな、このうっさんみたいな。ワンマーポット、ポーション系のアイテムをたまに消費しない、強くない？いいんですか？待って、これ強くないですか？睡眠劇。ダメージを与えた時、稀にスリープ状態にする。いただきます。これはもう行っちゃおう。取り返そうか悩んだが、大丈夫よ、大丈夫よ。ただちょっと4ターン使っちゃうのはあれかな、倒すのに。はい、ここ当たっちゃうか。勝った、キルモンガーでやった。でアイテムを力に、なんかもう一体いそうだけど、あ、ちょっとやばいことしちゃったかも。キルモンガー発動。ここ広いから回復したい。とりあえずレベル上げて回転斬り、回転斬りで。回避かな。相当強いですよ今ね。こっち使わなくてよかったんじゃないかってぐらいまであった、さっき。あシンプルなミス。集中して集中して、全然当たんねえ。よし、どこだ、左、左上か。
大丈夫大丈夫、調子いいよ。オッケーオッケー、フルスイング、アタック強化、おお、やった、両方だ。いただきます。ちょっとなるまで回転切り、回転切りの素振り、はい、あった、いきます。レベル19ってなかなか強くない？よし、はいはい、 OK。 さあレベル20ですよ。普通に嫌だな、ここそうなっちゃうのか。これちょっと下手に動きたくないな。ここの回転切りならまだ他の場所よりはまだねいいんじゃないかと。大丈夫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 、自分の力を信じていけ。15来ましたよ。なんだ、うわ絶対やばいじゃないですか。うーわー、そういう感じね。